お題オーディオ岩塚会員でございます。はい、今日はね、先ほどですね、こちらの著書知識ゼロでも心配なしさあ始めようオーディオのある暮らしということで、著者のですね飯田有沙さんに、インタビューをさせていただいたと、いうことでございます。で、結構その飯田さん、まあオーディオ関係の方にですね、飯田さん、まあ結構メディアにもかなり登場されてるんで、どういう方なのかっていうのとかちょっと雑談形式で進めたいなと思います、はい、ということで改めて紹介します、はい、ゲストは、飯田有沙さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、インタビューありがとうございました。ありがとうございました、いっぱい出していただいて、はい、いい。で、飯田さんって、はい、そもそもどういう感じで、うん、まあ、今クラシックファシリテーターって、うん、まあ、クラシック音楽の、まあ、評論家というか、もう、うんうんうん、マスコミの方というか、そうですね、そういうイメージがあって、うん、はいはい、で、まあ、ね、今回こういう著書も出されてオーディオガーンハマってみたいな。でもカメラとかもめっちゃ詳しいし、バイクもめっちゃ詳しいし、なんかすごい人だなと思って。いやいやいや、ちょっと、気持ち悪いですよね。はい、いや、だいぶ気持ちいいですよ。めっちゃすごいですよ、本当。はい。東京の方なんですか？あ、いや、生まれ育ちは北海道の小樽市でございます。北海道なんだ。はい、めっちゃ北国、雪深い小樽という町で生まれ育ちました。もうあれですか、やっぱ1月2月とかって、あ、もう大変ですよ。雪がもう雪で朝ドア開かないみたいな、ねえ、そんな風なんだ。やっぱり1メートル先が吹雪で見えないみたいな、そんな町で。なるほど。育ちましたよ。で、どういう、うん、人だったんですか？まあ、小学校とか、うん、はいはい、そうです。まあ、普通に、そうですよ。音楽教室、大手の音楽教室に通い始めて、うん、お遊戯したり、簡単なこう作曲まがいなことが、もう音で遊ぶような、うん、そういうレッスンとか大好きで、うん、まあ、5歳からそういう意味ではピアノみたいなね、やったりしてたんですけど、まあ、いろいろありまして、親のお仕事の関係とかで、中学校の途中から山梨県に来たんですけど、うん、で、まあ、その後大学からこう東京、なるほどね。まあ、そのお稽古ごとの延長上で、まあ、音楽を付き合ってたんですけど、まあ、そんなにこうストレートにもう音大目指して頑張りますみたいなことではなく、そういう感じでもなかった。なかったですね。ちょっと待って、いつまで北海道にいたんですか？13歳でした。13歳ってことは中学校、うん、1年途中です。そうか。で、山梨に。そうです、そうです。おお、なるほどね。じゃあめっちゃ北海道なんですね。めっちゃ北海道ですね。だから気が緩むと北海道弁みたいな、ちょっとこうイントネーションが重くなるみたいな。あ、なるほどなるほど。あ、そういうことなんだ、うんうん、で、まあ音大とかも別に目指してるわけじゃなかったんだけど、うんうん、そう、語学が結構好きになって、うん、英語がかっこいいなと思ってたんですよ。まあ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 、はい、かっこいい、まあ、まあかっこいいですよね。英語ペラペラなりたいみたいな、まあまあまあ、憧れで、うん、で、じゃあ英語の方のこう、うん、職業とかを目指したり、大学もそれで選ぼうかなって思ってたら、うん、その時習っていたピアノの先生が、うん、まあ語学は手段だから目的とするものじゃないよっていう、こう名言を私にボーってこう投げてくださって、ほーっと思って、音楽を目的にしなさい、英語を使って音楽を勉強できるところがあるからって言われて、うん、どこですかそれはって聞いたら、うん、芸大の学理科っていうところがあってねって。で、すげえ、ってなって、うちはちょっと私立の音大とか無理ですって感じだったので、国立だったらじゃあまあなんとかってなった時に、もう選択肢はそこしかないっていうことで、うんうん、それでももう高校2年生の終わりとかだったのかな、はいはい、で大急ぎで準備はしたんですけど、芸大の学理科っていうところ、音楽の学に理論の理って書くんですけど、うんうん、要はその音楽学、音楽をこうアカデミックに研究をして、うん、論文にまとめるみたいな、文章化するみたいな、そういうスペシャリストを作る。じゃあもともとそのクラシック音楽の評論とか訳とかやってるけど、うんうん、もう その時点でもそういう感じだったんだ。そこがだから分岐点というか、音楽に対するアプローチも、演奏もあるけれども、作曲もあるけれども、その何かこう言葉をこう ロゴスを使って、うん、こうなんかやろうみたいなのは、やっぱその、うん、そこでこう学理科っていうところを選択したのは大きい
分岐点かもしれないですね。なるほど。で、見事受かまあ、あの浪人をしまして1年浪人、うん、もう本当にでも勉強の仕方が現役の時はさっぱりわからなくて、うん、あの受験科目もちょっと独特だったので、でどうしたらいいのだろうみたいな感じで、うん、まあ、1年浪人した時に、はい、英語とあの学理英語とかってよく言うんですけど、音楽学を読むための英語と、それからその音楽のための論文を書くやり方を教えてくれる先生が当時いらしたので、あのじゃあ高校卒業した春からその先生のところに通って1年間みっちり勉強して、はいはい、それで翌年の春芸大に入れて、そこからまあみたいな感じ。浪人をされたということは、うん、やっぱり、うん、もう勉強しだしたら、うん、絶対芸大に入りたいっていうふうになったんだ。選択肢がなかったんです。ああそうかそうかそうなるほどね。そうそうかそうか、学費的な問題もあって、そう、うん、学費的な問題があるから私立なんて受けないし、そんな違うんだ。多分違ったと思いますよ。です、ね、確かね、うんうん、今わかんないですけど当時で国立だったら年間60万円かって思った記憶があるんで、多分私立も何百万円とかですよね、音大だったら。かもしれんね。ちょっと我が家にはかんもう無関係ですみたいな。でももう背水の陣、もう芸大しか私行ける場所がないっていう感じで、もう一本、そこ一本で。なるほど。他受けずに。まあでも良かったですね。そうですね、今思えばなんてことって思いますけど。で、実際に、まあ、入りたかった芸大に入りました。入りました。で、入ったらどう思いました、うん、なんかちょっと違う、すごいなんかやっぱ違ったかもじゃないけど、あやっぱりそういうのあるんだ。 ありますよ。アカデミックな世界になってですね、ガーンみたいな。めっちゃアカデミックだったので、だからもういやなんか音楽だけど音楽じゃないみたいな、ちょっとこう そう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 、あの芸大の中でもこう歌、あの声楽の方々ともすごい華やかに、もう歌いながら歩いてる感じだし、うん、楽器の方々もね輝かしくこうね活躍、うんうん、そうね、学理科ってこうなんかこう図書館とかいそいそいそみたいな。あ、なるほどな。真面目にこう研究するっていうような、やっぱそういうイメージもあり、あなんか私ちょっと大丈夫かみたいな、みたいな、そうそう、うんうんうん、だったんですけど、まあ、なんとかこうあの、まあ、まあでも馴染んでいくよね、それはもちろん。馴染んだかどうかわかんないですけど、まあまあという感じでね、やりました。でそれでまあ大学でまあその学理を学ばれ、はい、うんうん、で、まあ、野に放たれるわけじゃないですか、社会人として。それでどうなったんですか。はい、私ね、野に放たれたのがめちゃくちゃ実は遅くて、大学院行った。大学院行きました。あ、なるほど、うんうん、で、修士行って、うん、で、その後、大学の中に、うん、あの研究センターみたいなのがあって、でそこに拾っていただく格好で入って仕事をしてたんですよね、そこで。で、あのお給金をもらいながら、でもこの後どうしようかなみたいな感じで、まあそうだよね、生きてたんですけど、でそこでなんかまたふっとスイッチが英語に戻ってったんですよ。私通訳とか翻訳とかちょっと勉強したいなって思ってしまって、もういい年こいてたんですけど、よしっつって貯金全部使い果たす勢いで、オーストラリアの大学院に、はあ、行くんだ。通訳翻訳を勉強するために行ったんです。すごっ。30代もう遅いんだけどね。30代で30代でした。はあ、すごいね。いや、もう何を考えてたのかね、よくわかんないけど。いや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 、なるほど、うん、捨て鉢になって。いやいやいや、でもそれでオーストラリア行きました、うんうん、でまあ、うん、英語はまあそうですね。で行ったらやっぱりすごく専門的な勉強できたので、どこでした？オーストラシドニー。あ、シドニー、はい、あ、いいじゃないですか。で、うん、マッコーリーユニバーシティっていうところが、うん、そういうもう本当に法律のこととか、うん、字幕、英語の字幕のこととかを、うん、あの薬品な、あのお薬とか、その医療かとか、もうありとあらゆるジャンルで通訳や翻訳というのは必要なんですよという、うん、だからこういろんな分野でトレーニングができます。で、あなたはどれをみたいな、すごいもういろんなこと勉強できて楽しかったんですよ。それこそ政治家の演説を同時通訳するためのとか、いろんなこう、かなり専門性が高い。そうです。すごい面白くて、でも胃が痛くなったり具合悪くなったりしながら、教室となりながら、なんとか単位を取って、だけどそこでね、面白いことにまた音楽が呼び戻してくださったっていうか、あのまだそうやって勉強してたんですけど、それこそ音楽の友社さんから
どうやら翻訳をやっているらしいねみたいな感じで仕事をもうその時に翻訳のね、はい、あくださって素晴らしいね、ぼちぼちやって、うん、で帰国してからも、うん、私の学歴科の同期だった人が出版社に音楽の友社に入っていて、なるほどな、あのこう仕事回してくださったりとか、うん、あのそれオーストラリアは何年ぐらいいたんですか。1年半の子です。あ、1年半ぐらい、うんうん、なるほど、うん、ほら本当にそれがなかったら私帰ってきてどうしてたんでしょうねみたいな。まあそうですね、捨て鉢な感じでした。捨て鉢な感じでなるほど、そうそうそう、まあでもまあ晴れてというか、うん、音楽英語を活かしながら音楽ので、昨日ね、うん、あの実はジョン・アダムスっていうサントリーホールで、はい、ちょっと見てきたんですけど、はい、オーケストラのね作品で、それも飯田さんにお勧めいただいて、ぜひ洋介さんに聞いてほしいと思って、はい、で行ってきて、まあ、めっちゃ面白かったんですけど、うん、そのパンフレットみたいなのがもらえるんですけど、それ見てたらちゃんと飯田さんの名前があってありがとうございます。そのね、ジョン・アダムスのインタビューのね、はい、そうです、あの役とかご本人がこう、うん、作曲の解説をね、うん、書いていて、これはどういう思いで作った経緯がこうでみたいなね、うん、文章があるので、まあ、それを日本語にして皆さんに読んでいただくっていう、うん、ね、ありがたい。そうですね、はい、なんかでもそれを読んだ時も思ったんですけど、確かにこれ普通の通訳じゃできないわって思った、うんうんうん、そのいわゆる音楽のこと知ってないとね、うんうん、そうです、ちょっとやっぱり正直難しいですね。通訳の方で活躍されてる方々とかも、うん、やっぱりもう実は音大出てますとか、うん、音楽でちゃんとできる方はもうまず音楽のことが分かった上での語学っていう形じゃないと、うん、もうちょっと崩壊しちゃうと思います。全く意味が分からないと思うんですよね、うん、そのコンテクストがやっぱりクラシック400年ぐらいの歴史がある中で、その一言は何を意味してるかっていうのが他の業界だと全く通用しないような話になってたりするので、そこはねやっぱりこう勉強させてもらっててよかったなと思いながら。なるほどなるほど、うん、そうですね、だからそのいわゆるそのいわゆる専門通訳っていうんですか、うんうん、そういうのがあるんですよね、うん、多分ね、うん、そうですね。だから僕らもだからこういうさ、うん、一方で僕あの DJ 機材とか売ったりしてるんですけどこういう DJ ミキサーとか、うん、もうあの開発会議っていうのがあって、うん、昔あのベスタックスっていうでかいブランドがあってもう倒産しちゃったんですけど、うん、そこでワールドミーティングっていうのやって、うん、はい、すっごいんですよ、もう20カ国ぐらいから東京のニューオータニに集めるふんたらの間みたいな、で僕日本代表みたいな感じでちょっと、うん、はいはいはい、ちょっと出席させてもらって、でなんか本当にオランダとかもうスペインとかロンドンとかみんな集まるわけ、はいはい、で一応なんか英語のなんか英語とかなんかスペイン語なんかわかんないですけど通訳がいるんだけど、もうほぼ役に立たないんですよ、わかんないから。そうだからもうみんな、あ、もういいですいいですって言ってみんな片言でこのフェーダーがどうのこうのとか、フィルターが、これフィルターなんですけど、音の変えるエフェクターなんですけど、あ、そっか、これがちょっと、うん、ちょっと少し重いねとかみたいなね、だからすごくよくわかる、まあ、全然違う役になっちゃうでしょう、ね、きっとそのそう本来我々がもうね知ってるその専門のね役割と違う言葉に訳されちゃったらもう崩壊しますよね。そうだからこれもある意味通訳書でオーディオの、ちょっと入ったさあ雑誌とか専門書とかだと、うん、外国語と変わらないよね。変わらないですよ、もっとわかりませんよ。まあみたいなね、うん、ことがあって、でまあごめんなさい話を戻すと、それで通訳、うん、翻訳ごめんなさい、うん、翻訳をやったりだとかしていって、はいはい、で音楽の友社さんから、うん、そのクラシックのそういう、うん、
音楽の友とか、うん、レコード芸術とか、うんうん、はいはい、まあ、みたいな話になってくるんですか。そうですね、最初帰ってきて本当にその通訳、あ、翻訳か、うん、やっていきながら別の媒体さん、雑誌さんからもなんかこういう人いるらしいみたいな、うん、なんかこうつながりがだん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 、まあ、貴重だろうな、出てきて、うん、なるほどな。でこうインタビューもどうやらこの人好きらしいとかってなって、やっぱりすごく素敵な文章書かれる方でもコミュ力的に僕はあんまりインタビュー好きじゃないっていう方とかもやっぱりいらっしゃるので、ね、その意味で私こう人とお会いできるのすごい好きなので、まあ、そういう記事とかもやりますせみたいな感じでやっていく中でじわじわといろんな媒体さんから、まあ、要はもう飯田さんに任しとけばもう間違いないっしょみたいな感じになってったんだ。もう何でも何でも大丈夫っしょみたいなそんなこともないんですけど、すごいな。いやいやいや、なんかあのだからやっぱりその元々のマインド的にあの入門したい人とか、うん、あの知りたいと思ってる時に、うん、知れないことのストレスみたいなのが自分がすごい感じやすいので、あのクラシックの方も専門した、はい、あのすごい専門書を書くというよりは、うん、知りたいと思ってる人とか、はい、お子さん向けとかにこう発信をすごいこうライフワークだと思って、はい、積極的にやっているみたいな感じ。なるほど。で一応あのプレイヤーとしても当然これも東京芸大に入るから、まあ、ピアノとかもバーッと人通り弾けるんだけどあのトイピアノみたいなあの、はい、トイピアノを使った、うん、なんか演奏会、そうですね、とかもやったりとか、おもちゃのねピアノでトイピアノって本当鍵盤数限られてて、うん、可愛い音がする本当おもちゃなんですけど、うん、あれは単純にもう可愛いからコレクションじゃないけど、うん、まあ遊んでたんですよね、うん、そしたらなんかそれも仕事になっちゃったみたいな、うん、じゃあトイピアノの本書きませんみたいな話になってあの書かせていただいて、本も書いたんだ。そうなんですよ。あ、すげえ。いやいやいや、実はそれもでもコロナ禍にちょうど書いてましたね。それもねなんかようこそトイピアノの世界へみたいな、やっぱりあのカモンみたいな、そうなんですね、本の河合出版さんからすぐ出させていただいたんですけど。なるほど。河合のトイピアノ。あ、そうですね、やっぱりいい音するんだよな。河合じゃないですか、日本でトイピアノといえば。なるほどね。でこう世界各国のトイピアノの面白さとかも、うんうん、そういうトイピアノの歴史とか、うんうんうん、調べて書いたりとかして、うんうん、ながらこうやっぱり弾くので、うんうん、あのじゃあコンサートっていうかミニコンサートみたいなね、うんうん、あのギャラリーで弾いたりとかイベントでちょっとめっちゃいいですね、にぎやかしでちょっとやるみたいなのは、あの鍵盤ハーモニカを吹くおじさんがいるので彼と一緒にこうあのアンサンブルでやったりとか、うん、やったりとか。あのカメラはい、カメラね。カメラはいつからやってるんですか、はい、あれカメラはね、うんうん、カメラでももともと結構好きで、はい、あのオーストラリアから帰ってきて割とすぐ最初の一眼レフは買ってみたっていう感じだった。それがだから2008年とかだったかな。なるほど。でも当時は何もわからないから、うんうんうん、本当オートであの、うん、ただ撮ってやってるっていうみたいな感じだったんですけど、最初はコンパクト、ね、いや最初から一眼レフへの憧れをぶつけてみたみたいな入門機でしたけど、ソニーのね、うん、α330 っていうね、今思えば割といいカメラだったかなと思うんですけど、うん、入門機だったけど、それで遊んで単焦点とか望遠とか買って、うん、ね、一発単焦点買うとそこがもう最後なんだよね。そうですね、うん、楽しくなっちゃってね、うん、あ、なるほど、このレンズを買うからみんなそういう風なんだみたいな。そうそうそう、そうなりますよね。そうね、なんか最初は誰かの写真を見ていいな、うん、こういう絵を私も作ってみたい、うん、思うんだけど、何をどうしたらこうなるのか自分のカメラと全然違うんですけどみたいな、うん、分からん。どうやら単焦点というらしいとかなってあ、そういうことなんだみたいなそう、あ、ボケってそうやって、ね、あ、そういうことねみたいなそうそう、なるほどね。探求してってだん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 カメラをこう渡り歩いて、うん、レンズも、あ、もうこれだなみたいな風になってったりとかね、そのプロセスが楽しいですよね。確かに、うん、僕はねキヤノンのね X5 ってやつを一番最初に買ったんですよ、うんうんうん、あのキヤノンもあの単焦点のレンズがあるのね、うんうん、でそれが1万5000円ぐらいのやつ、うんうんうん、でやったらさ、うんうん、すごいボケるじゃないですか、あ、めちゃくちゃ良くて、で、うん、エサレンズっていうらしいですね、あれ巻き絵みたいな、そう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 、お安いからそうそうそうみんな入ってこいみたいなそれで単焦点かわしてそしたら絶対そいつ高いレンズ買うから確かに何十万のレンズ買っちゃうんですよ。そうなんです、
そこから行くんですよね、うん、恐ろしいの、お金のかかることばっかりしてるんだ。いや本当ね、もうどうしましょうっていうね恐ろしい、ね、でバイク、バイクは昔から乗ってらっしゃる、うん、バイクは、うん、あの夫がめちゃくちゃバイク趣味が激しすぎて、うん、24時間バイクのこと考えてるのかなぐらいバイクです。うん、あ、そうなんですね。私は全然正直結婚前までは 何も実はバイクは関心がなくて、ただあまりにもこう出かけてる時にこうすれ違うバイクの全ての機種名を横でなんかささやかれ続け、でまあもう面白いなってちょっと思い始めますよね、うん、でそれである時こう普通に車まだ免許取ってなかったんですよ私。で助手席に座ってたらあのホンダのハンターカブっていう、うん、あのカブのちょっとこう農道とか行く系の激しい感じかっこいい、なんかハンターカブ集団がビャーって来て一目惚れして、私あれ乗りたい。あ、最初カブだったんだ。うん、カブ、うん、かっこいいって思っちゃって、うんうんうん、でも私、あ、なんかわかるな、ね、なんかかわいいし、うん、かわいいかわいいかわいい、うん、ちょっと自転車がちょっとごつくなったようなそのハンターカブにはそういう雰囲気があって、うんうん、これなら私乗りたいと思って、うん、で免許はでも何も持ってないから、うん、とりあえず車の免許取ろうって言って、うん、40歳で初めて車の免許を取り、おお、すげえ、うん、でそっからまずリトルカブに乗って、うんうんうん、ちょっと練習なんつって、うん、でそっからちょっと大きめの110の株に乗り、うん、株から出られないんですけど、うん、で少しなんか、まあ、ちょっともうちょっと大きい乗りたいなと思って中面取りに行ってみたら、うんうん、バッタンバッタンこけて、あらあら、やっぱり低身長なので、まあ、まあそうだよね、150なので、ね、うん、両方のつま先が全くつかないような状況で倒れるじゃないですか、うん、で引き起こししないとダメじゃないですか、うん、教師上はもう行動でもそうだけど、うんうん、でその引き起こしで全ての体力がもう42、3歳の人はもう失われていくわけです、うんうん、でももうその後もうガクガクで乗れなくて、うん、もう私これね行動で一発で死ぬわと思ってちょっとやめますって言って中面は諦めちゃったんですね、うんうん、なので、まあ、未だにピンクナンバーであの、うん、株形式 のロータリーエンジンだったら乗れるので、うんうんうん、今度はちょっとダックスとか乗りたいなとか、あ、いいですね、小さいところで攻めてるとか、うん、なるほどね、うん、まあ割とだから何でもやってみようみたいな好奇心が強い感じなんでしょう、ね、ちょっとそうですね、過剰かもしれないですね、そういう、まあでもやっぱりそういう感じじゃないとそのクラシック音楽、うん、まあ、ご紹介ってことなんですけど、うんうん、あ、このアーティスト面白そうとか、うん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 、ね、そうですね、それ大事ですよね、ちょっとこう深掘りしてってもどこまででも行かせてくれるみたいな、やっぱそれ音楽で言えば、まあ、どの音楽もそれぞれの魅力ありますけど、なんせやっぱり歴史的に長いので、うんうんうん、ちょっとこう深掘りのしがいはやっぱりクラシックの場合すごくあって、ジャンルもあの楽器の使い方もものすごくバリエーションが、うんうん、ありすぎるぐらいあるので、なるほどね、飯田アリサさんのことをあの知りたいと、はい、もっと知りたいという人はどうしたらいいんですか、ツイッター、インスタ、そうですね、フェイスブック、はい、今のは全部やってるんですけど、あ、今全部やってる、はいはい、一番いっぱい書くのはフェイスブックが多いかなっていう感じですね、でそこから時々切り出して X に流している、うん、でカメラのことを特化して書いてるのは今ノートにいっぱい書いてる感じ、あ、ノートか、うん、なるほどなるほど、カメラはノートですねで YouTube はオーディオとか、うん、あ、 YouTube やってる、はい、うん、でガチの音楽の話は、うん、有料媒体の雑誌に書いてる、うん、まあ音楽の友社がやってるウェブマガジン、うん、オントモというところは無料でどなたでも読めるんですけど、うん、そこにはいろんな記事も書いてますけど、なるほどね、みたいな、昨年のですねインターナショナルオーディオショーっていう、あの有楽町の国際フォーラムで行われる日本で、まあ、一応最大のオーディオショーがあって、でそこで、飯田さんが、まあ、ご登壇されてあのお話をされたの、はい、まあ喋りも上手だしさあとやっぱ音楽のこと詳しいからオーディオの、ね、知識とか歴は短いかもしれないんだけど、うんうん、音楽のやつはもう筋金入りだから話聞いて本当面白くて、ありがとうございます、なんかいろいろなんか話を聞いてみたいなと思った、そう YouTube とかもねあのぜひチェックしていただきたいなと、そうですね、あと音楽のことはその音楽のことを学びたい人たちが集まるような市民講座みたいなのがやっぱりいろいろなところでこう催されたりしていて、はい、そういうところでこうあの講師としてお呼んでいただいて、うん、あの
おしゃべりしてるなんていうこともあったりして、今大和市っていうところでまたこの春にちょっと講座があったりとか、うん、これまでもそういうなんか出版社さんがやってるような新潮社さんとかそういうところの講座、朝日カルチャーセンターみたいな講座とか、そういうところでちょこちょこっとしゃべったりしております。わかりました。はい、ということなので、あのこれからも多分ますますあのいろいろご活躍されていくと思うんですけど、はい、あの飯田アルサさんをあのぜひチェックしていただければと。ありがとうございます。はい、いやこんな洋介さんといろいろ本当にお話できてなんかもう光栄で、いやいや、とても勘弁してください。今度ねちょっとね、いや時間があったらさ、うん、この後ねコンサート行かれるっていうから時間があったらクラシック音楽 の、うん、あの話とかもいろいろ質問があるから、あの聞いてみたかったんですよ。伺ってみたいことありますし、はい、今度ぼあの飯田さんのチャンネルに行くってのどうですか。本当に、はい、そんな贅沢があっていいのでしょうか。じゃあぜひよろしくお願いします。はい、はい、まあみたいな感じなので、はい、ぜひですね、はい、皆さんチャンネル登録、はい、あとはねフォローしていただいて、飯田アリサさんを応援していただければと、はい、いうふうに思います。はい、ということで今日はいろいろありがとうございました。ありがとうございました。